して、ここの部分、これがドラグ調整の、つまみ、ドラグノブとかっていうふうに言われます。でこれを右に回すと、ノゴの字の方を回すと、ドラグが硬くなります。で逆方向に回すとここがこう緩くなってきます。で魚とのやり取りとかで、糸をちょっと出したいときは、ここを緩めに、ノゴの字の逆の方向に回すと、ここがゆるゆるになります。でこれが、スプール、この糸を、出すときに使うもので、こういう風にすると糸が前に出ます。でこう止めておくと糸が出なくなります。そして次にここのスイッチ、ここのスイッチは、ストッパー、基本的にストッパーという風に言われますが、ストッパーのオンとオフ、この状態にするとオフの状態になりますので、リールのハンドルが右にも左にも回ります。完全フリーな状態になります。で基本的にはオンの状態にしておいて、巻き取ることのみ、糸が出ないように、しておきます。しておかないと、魚がかかった時にハンドルが逆回転してしまいますので、手を怪我してしまいますので、この、スイッチは必ずオンにしておいてください。オフにすることは滅多にないので、オンのままがいいです。